この世に来られた主を心に覚え、主の道従い、永遠に伝えよう。この世に来られた主を心に覚え、主の道従い、キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。挫折経験されたことありますか？私はあります。自暴自棄になったこと、深く落ち込んだこと。朝からこんな話で申し訳ありません。でもイエス・キリストの弟子たちもかなり大きな挫折を経験したことがあるんです。ヨハネの福音書21章の始まりは、ティベリアの湖でシモン・ペテロと他の弟子たちが漁に行くシーンです。元漁師たちが湖へ行く、一見するとありふれた光景ですが、彼らはイエスの弟子だった希望あふれる生き方をやめて、かつての自分の暮らしに戻っていこうとしたのでした。十字架にイエスがかけられた出来事からそう時間が経ってはいません。あの時、自分たちはイエスを見捨てて、逃げて、裏切った。その大きすぎる事実は、イエスの復活後もずっと心に引っかかっていたはずです。そんな中で漁に行ったわけですが、この夜は魚が全く取れませんでした。すると、夜が明け始めていた頃、岸辺に立つ人がいました。その人に、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。と声をかけられたんです。その通りにすると、網が引き上げられないほどの大量になりました。その時、弟子たちは気づいたんですね。大変だ！みんな、この方はイエス様だ！そう、前にもこの湖で同じように不思議な体験をしたのです。だからわかった。それから弟子たちは岸に上がって、イエスが用意してくれた朝の食事を一緒にしました。イエスとの出会いの頃を、イエスと共に生きる喜びを、彼らは思い出し、噛みしめたのでした。人の心は、時に嵐に揺れる小舟のようです。いろんなことがありすぎて、自分の心が動かない。自信を失ってしまった。コロナ禍の中で、どこに神がいるのかわからない。そんな経験をしている方はいらっしゃいますか？それでも忘れないでいてほしいのです。暗い夜を私たちが過ごしている時にも、イエスは先に待っておられることを。そして、ご自身の愛を思い出させ、再出発できる朝を私たちのために用意してくださっていることを。イエスがおられるのは、あの日だけではありません。私たちが進んでいく明日にも、イエスは先に行って待っていてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする
世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。山本陽一郎です。小学生の頃、私は少年野球チームに入っていました。水色のユニフォームを初めて着た時は嬉しくて嬉しくてバットを持って写真を撮ってもらいました。チームにはいつも試合で先発投手を務めた村上くんという先輩がいました。彼はチームの主役、まさにエースだったなぁと思い出します。旧約聖書の創世記には多くの人が登場しますが、アブラハムは間違いなく主役の一人です。また孫のヤコブも大変劇的な人生を歩みました。そこへ行くと、イサクという人はその二人の間で地味な存在です。彼はアブラハムやヤコブよりも長く生きましたが、聖書の中の記録は三人の中で一番少ないんです。ある本には平凡な人イサクと書かれています。しかしそれはイサクという人や彼のしてきたことの価値が低いということでは決してありません。聖書は神について述べるとき、アブラハム、イサク、ヤコブの神と語っています。神は非凡なものの神であられるとともに、平凡なものの神でもあられるのです。それにイサクは大切な役割を担っていました。それは祝福を受け継ぐということです。父アブラハムから信仰のバトンを受け取り、自分たちに与えられた神の祝福の約束に立って、いつも神と共に生きた。それによって神の民は増え広がり、約束の地に生きたのです。皆さんの中にも数字や形では見えにくいけれども大切な働きをされている方々がいらっしゃることでしょう。時には報われないと感じることもあるかもしれませんけれども、あなたのしていることは確実に誰かを支えています。それは過去の誰かを守ることであり、今の誰かを生かすことであり、未来の誰かの祝福につながっています。ピッチャー浅尾に代わりまして岩瀬。10年前、プロ野球で中日ドラゴンズが優勝した年、中継ぎの浅尾投手から抑えの岩瀬投手へのリレーは最強の勝ちパターンでした。先発投手だけでなく、良い中継ぎや抑えがいることがチームにとってどれほど重要なのかを人々は知ったのです。先発投手だけではチームは成立しません。今日もあなたの尊い働きをアブラハム、イサク、ヤコブの神が誰よりも見てくださっています。それを胸にご一緒に歩んでいきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692、 530-8692、 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。山本陽一郎です。人生には3つの坂があるんだそうです。上り坂、下り坂、そして突然やってくるまさかという坂。いずれにしても自分が思い描いた通りにならないことがあるのが人生ですよね。そういう中にあって、私たちが祝福を受け取るために大切なことは何かを、今日はイサクの姿から学びたいと思います。イサクの時代に飢饉が起こりました。当時は飢饉になると人々は食料を求めてよくエジプトへ行きました。しかし神はこの時、エジプトへは下ってはならない、私があなたに告げる地に住みなさいと命じられたので、イサクはとどまりました。するとここで驚くようなことが起こります。
イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。創世記26章12節に書かれています。100倍の収穫。飢饉の時代に普通考えられないことでした。なぜ彼はそんなに豊かな収穫を得たのでしょうか。第一に、御言葉に従うということです。イサクは頼りにするものを間違えなかったのです。飢饉の中でエジプトへ下ってはならないという神の言葉に従うことは勇気がいったでしょう。多くの人がしていることや目に見えるもの、手にできるものに私たちはすぐ頼りたくなります。でも、イサクは何よりもまず神の言葉に従うことを大切にしました。祝福、守りはどこから来るのか。それを私たちも確認したいものです。祝福のポイントの第二は、自分にできることをするということです。100倍の収穫のためにイサクは何をしたでしょうか。自分の手で種をまきました。どれだけ持っているかではなく、持っているもので何をするかがもっと大切です。今自分にできることをする。自分が持っているものを用いる。神の御業はそこに表されます。そして第三には、身を実らせるのは神であると信じることです。言い換えるなら、神を信頼して諦めないということです。自分の手で握りすぎると、結果を焦って辛くなるものです。しかし、神は私たちの想像を超えた方法やタイミングで、豊かな身を実らせてくださることがあります。私たちも主に信頼して、諦めずに種をまいていきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。山本陽一郎です。聖書の創世記に出てくるイサクは、多くの収穫、羊や牛の群れ、しもべを持つなど主の祝福を受けました。しかしイサクは何の苦労もなく生きたわけではありません。実は人々からの嫌がらせも経験しているんです。父アブラハムの時代に掘って以来、イサクたちが使ってきた井戸を周りのペリシテ人たちは片っ端から土で塞ぎました。牧畜や農耕に欠かせない水を断つという卑劣な方法でイサクの祝福をとどめようとしたのです。なぜか妬みからだと創世記26章に書かれています。自分にないものを持っている相手に嫌がらせをすることで、自分のやりきれない気持ちを穴埋めしようとするわけですね。土地を追い出されたイサクたちは、ゲラルの谷間に移り住みました。彼はそこで、父の時代に掘られて、その死後にペリシテ人が塞いだ井戸を再び掘り返しました。さらに、新しい湧き水の井戸を、しもべたちが見つけました。ここでまた言いがかりをつけられてイサクは移住しますが、そこでもさらに新しい井戸を掘り当てます。結局、周囲の人々も、主があなたと共におられると認めざるを得なくなりました。アイルランドの古いことわざに、泣くな、復讐しろというものがあります。この言葉には続きがあります。最高の復讐は
幸せな人生を送ることだ。イサクは嫌がらせを受けたとき、単に逃げたのではないし、なんとかなるさと口笛でも吹いてよそへ移ったのでもありません。状況は辛く厳しいけれども、イサクは自分と共にいてくださる神を信頼していました。彼がある意味人との勝ち負けにこだわらなかったのは、神がきっと祝福を与えてくださるという確信を持っていたからでした。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。旧約聖書箴言3章6節の言葉です。主に信頼する者は必ず守られ、平安と祝福を与えられる。この変わらない約束に立って私たちも歩んでいきたいものです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。イサクの妻リベカは双子を身ごもりました。お腹の中で激しくぶつかり合うようになり、やがて長男エサウのかかとを次男ヤコブが手で掴んで生まれてきました。大人になるとエサウは優れた狩人野の人に、一方弟のヤコブは穏やかな人で天幕に住む羊飼いになりました。興味深いことに聖書は、イサクはエサウを愛していた、しかしリベカはヤコブを愛していたと記すのです。この家庭の問題は親の偏った愛でした。それが後の兄弟の争いに絡んでいってしまうのです。ある時ヤコブが煮物を作っていると、漁で疲れたエサウが腹ペコで帰ってきました。どうかその赤いのを、そこの赤いのを食べさせてくれ。ここまではどこでもありそうな会話です。でもここでヤコブが何と返事をしたか。今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってください、と言ったのです。長子の権利。それは長男が父の身分を継いで種族の代表となる様々な特権です。長男は家族の中で妻子としての務めを受け継ぎ、財産も弟に比べて2倍の分け前を受けていました。スープを求めたエサウにヤコブはその長子の権利を求めたのです。当然全く釣り合いません。しかしエサウは言いました。見てくれ、私は死にそうだ。長子の権利など私にとって何になろう。他の役では、ああ、もう死にそうだ。長子の権利などどうでもいい。ヤコブの方法も褒められたものではありませんが、エサウの手放し方もひどいものです。聖書は、エサウは長子の権利を侮ったと述べています。ここに、神の祝福に対する二人の意識の違いがはっきりと現れています。何を基準にして生きているのか。それが問われているのは私たちも同じです。確かに今必要なものはあります。でも多くの人が目に見えるものだけを追い求めています。その結果、大切なものを見失ってしまっているのです。神の愛なんかどうでもいい。いいえ、どうでもよくないのです。雑に考えてほしくないのです。永遠の価値があることにあなたも私も
心の目を向けなくてはいけません。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。今日はありがとうについてです。私の住む岐阜県では、ありがとうをありがとうという方がいらっしゃいます。父の出身地秋田では、おぎにと言います。調べてみると、地方によっていろいろな言い方があるんですね。でもみんなその思いは一つ、感謝です。日本人は自分の気持ちを口にすることに恥ずかしさを感じる傾向があると言われます。外では実践していても、家族や身近な人には感謝をあまり伝えない、あるいは感謝を忘れてしまうということもあるかもしれません。でも声に出して感謝を伝えると確実に違います。短いですが、感謝の言葉は人間関係を良くする大切なもの。お互いに感謝の貯蓄をしましょう。さて、聖書の中にこんな言葉があります。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1:5-18。実はこの聖書の言葉は、神が私たちのために救い主イエス・キリストを送ってくださったという事実に基づいて語られています。このことを出発点にして、この神の恵みへの感謝を土台にして、私たちは生きようと。考えてみれば、意識しないと喜びや感謝をなかなか見出せなくなるのが私たちの実際の生活かもしれません。逆に不満や愚痴、傲慢な思いはどんどん出てきます。そんな私たちに聖書は、まず感謝に立って生きるという姿勢を教えます。それはこの神を見上げることから生まれるのです。ある人が、ありがとうの反対は当たり前だと述べていました。毎朝目が覚めるのが当たり前、食べられるのが当たり前、家族や友達がいるのが当たり前、そして生きているのが当たり前。そうなると、ありがとうはなかなか出てきません。けれども、実は当たり前のことすべてが本当はありがとうなのです。今日は神父の片柳博さんの言葉で終わりたいと思います。どんなにたくさんのものを手に入れても、感謝できない人は決して幸せになれません。感謝できる人は、ほんのわずかなものでも幸せになれます。幸せな人がありがとうというのではなく、ありがとうと言える人が幸せなのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。